はもう今日受けてきたんですね、また文法に苦しむ坂田さんを見るから英語なんかやったできる、これ総計とかでも問われたことある。さて始まりました、マチェスチャンネル。さあ今回はですね、大人気の坂田さんだいぶ人気になりましたね。肯定的なコメントは嬉しいですね。よかったですね、はい、全然違う最初とそうなってくれると思ってね、信じてやってたんでよかったです。ということで受験始まったわけですけど、はい、まず日大2月1日どうでしたか。発悪直前まで詰め込んでたんですけど、出なかったでしょ、はい、うわーいってなった。そうですね、まあ無駄になったかもしれないけど、うん、できないよりかはいいかなっていう感じで、そうそうそう、まあね、なんかラッキーって言ってたコメントがすごいいっぱい来てて、はい、1個あの参考書やれって言おうかと思ったものがあったんだけど、はい、あの問題数にやる必要はないかな、あの得点率だったら別にあそこを取れなくても受かるだろうしなって思って、うん、はい、だけどじゃあ発悪なくなって他どうなったの。形式他全部文法でしたね。あ、そうなの。もう本当に長文が1個だけ、それが全部文法、うん、へえ、そうなんだ。会話はあるわ。インタビュー形式のものがあって、あ、それも長文みたいな感じですか、ね、結構ガラリと変わったと。そうですね、変わりましたね、うんうん、知識の量が増えた。圧倒的に増えました、ね、でもまあ普通のね受験者からするとやりやすいんだけども、知識がない側の人間ない側なんで辛くなっちゃったかなっていう印象はあります。実はもう今日受けてきたんですね、また別正常ですね。そう、正常はどうでした。英語長文かなり長かったですね、うん、あ、そうだったんだ。そうですね、思ったより長かったんですけど、スキャニングでどうにかなるかな。おお、まあ共通テスト中心で頑張ってきただけありますね。そうですね、そこ助かりました、ね、もう本当にドーピングみたいな感じでやってきましたからね、はい、共通テスト用でやったんで、だいぶ文法ショートカットしてったんで、はい、でもそんな簡単にいかないということで、はい、今から視聴者は文法に苦しむ坂田さんを見ることになりますまあまあまあ、文法はもう仕方ないなみたいな。じゃあ見てみますか。あ、はい。あ、結構分厚いんだね。大問1が結構がっつりあって、大問2、3とかが知識って感じかな。こうあるね、問題量。正語もあるんだ。ありましたね。正語なんかやった？できる？いや、もうほんと過去問解いてからしかやってないです。漢詞を選ぶ問題とかある。Customers and employees are dissecting だ。結構むずくない？そうですね、もうかなり知らないなっていうのがほとんどでしたね。デザミニングディセクトだから、とファッドとか知らんでしょ。ファッションです。はあ、これ総計とかでも問われたことある。これ何？ハリーポッターですね。ハリーポッター、はい、で前置詞を入れるたりなんだよ。ウィズです。変えなきゃよかったなデューどうすんの。だってデュー電池じゃないじゃん。While I arrived ってどういう状況。確かに。While っていうのは間ってことだから、幅のある動詞としか使えないからどういう状況。まずまずしたらすぐに会わなきゃいけない。 It's really important to keep your body temperature at around 37 degrees Celsius. You can overheat and get quick sick. 正解。ああ、よかった、はい、本当はね、セミコロンにしなきゃいけないんだけど無視してますね。 Don't worry about your life too much. Eventually you realize you're exactly where you feel comfortable. 大丈夫です。はい、正解。 Probably being monitored every time. Although we have no idea of who is doing this all the time. Every time っていうのはするたびにで、 Every がつくってことは、ここに来るのはどういう名詞だか知ってますか。 Every の後ろに来る名詞は深津さんですか。まあ、置けないでしょう。普通に考えて、every なんとかってから、例で、every people とか、every people は置けないでしょう。months とか、ああ、それで OK、every months で、時を表す。時とは別に限らんでしょう。every student でもいいでしょ、every animal でもいいでしょ、はい、every desk でもいい、every book でもいい。はい、どういう名詞が来てますか。今言った名詞は共通するのは何ですか。物の名前。名前じゃねえでしょ。わかんないです。 Every student の名前なんですか。ほら、もうこれでまた批判の声さっと加算名詞の単数形しか来ないです。あ、だからこのタイムは加算名詞の単数形なわけで、何とかするたびっていう、うん、何回っていう意味のタイム、数えられるタイム、もちろん時間でも数えられるのあるんですけど、 All the time は不加算だから、このタイムはだからずっといつもってことですね。あ、ハルのピンポー出たね、はい、この間やった。はい、次、時制合ってます。 I've been waiting. What I do first is go online and check it. 合ってます、はい、Buying books from stores. I like buying e-books online, which helps me. はい、instead of buying books from stores, I like buying. OK です、合ってます、
I think we met our meeting a few months ago. どうしてドンウィーなんだ。この2つで迷ってメットに時制をこっちに合わせるかこっちに合わせるかで迷って。メットに合わせるに決まってるじゃん。だって V メットだもん。 SV じゃん。なんで V だけこっちに合わせて S はこっちに合わせるか。そんなむちゃくちゃな文法ないでしょ。2とコマ線レベルでこういう問題出るから不可疑問文とか出るんですね。 Realize for English 英語。はい、さあ、時制むちゃくちゃじゃん。なんでこれ現在形なの。So, I really like your report. It's well written. 合ってます。There is a room for improvement. 部屋はいらないでしょ。より良くするお部屋が必要です。お部屋がありますよ。おかしいですね。There is room. はい、深さん名詞の room はどういう意味ですか。余地がある。そういうことです。だからより良くする余地があります。ですね。I almost missed the 9 o'clock train this morning. If I missed it, I couldn't have made it to this.Meeting. あ、そうですね。これをどうすればいいですか。ハルミミスです。正解です。Many people have started riding a bike recently for the sake of their health. Cycling might seem a little daunting. 難しい表現。If you don't cycle regularly, but with little experience and advice, new riders will quickly feel content out bike ride. With a little... あ、a little が必要。なんでですか。リトルってどういう意味ですか。前にやった気がする。リトルはない。そう、ないでしょ。これでほとんどなかったらになっちゃう。はい、ちょっと経験とかアドバイス、まあ、助言があれば。てかここにさ、さっきの答えあるじゃん。Help の前に入る with の。ああ。答え載っちゃってるよ。If you're serious about the issue, I strongly recommend you read this book. It's tough, but worthTackling. Be worth doing. そうです。Worth は絶対取らない。え、覚えてる？いや、間違えたの間違えたのこと。間違えたのをまとめたノートの中にありますね。そう、Worth ING で後ろ目的を分けてるって。で、タックルの目的はこの it と。うん。はい。手動は別にいらないでしょ。そうですね。なので一応切って。はい。Really, did you quit your job to take a picture of a ghost? I know you're fond of ghost stories and have always wanted to write one, but I guess liking a ghost story is one thing, and believing it is another. Another. え、なんとかかんとか is one thing, なんとかかんとか is another って習ったでしょ。こういうのがあれば、こういうのが、これとこれは別のものであるって意味です。まだまだ覚えてない表現、はい、まあ別にただ正語問題なんで、正語問題は1個上のレベルが必要なんで勉強だから穴埋めで答えられればいいから。え、ないでしょ。だって法政正語、法政正語ないですね、うん、じゃあ OK です。はい、10分余りって書いてるけど10分余りで一応なんか大問ごとに毎回時間ああなるほどね書いてたんですけど、やっぱり知識だね、まだまだ、はい、それを入れないといけないと思います。はい、ということでこれに懲りずまだまだやっていかないといけませんので、はいはい、ぜひ頑張ってやってみてください、はい、うわーって来るかもしれないですけど、はい、頑張りますね、はい、ありがとうございました。